ドッキリ神回避のラストにステージやっていきます。いよいよあと2つか。じゃあいつもの掛け声頼むぜ。行くわよ。逮捕回避？お、いきなりだけど、赤いボタンが。押すなよ。絶対押すなよ。ポチッと。なんで押すのよ。いやだって。はい、捕まったわー。あの言い方は押せってことだよな。押すなってちゃんと言ったわよね。そうなんだけど。絶対押すなよ。いやもう絶対押さないぜ。つまんないわ。先へ進みましょ。お、巨大なダイヤモンドがあるぜ。あれを盗むわよ。よしじゃあ、進むぜ。慎重によ。任せろだぜ。慎重な歩き方ぜ。ボタン押した？押してないってば。なんで警報が鳴るのよ。まったくわかんないぜー。どういうことよ。よく調べてみよう。そうね。あれ？なんかのカード発見。カードキーじゃないの？ここにも金色のカードキーだぜ。どこかに使うところがあるはずよ。そうだよな。扉の横にある装置。ほんとだ。怪しいぜ。ゴールドカードを。シルバーの方じゃないかしら。反応してくれ。反応した？あ、警備員。速攻で捕まったわ。他にカードキー使えるところないかな。あの黄金のマスクは。黄金だし。ゴールドのやつを。あ、食べちゃったわ。どうするんだぜ。美味しかったみたいよ。お、開いた。何これ、スコープ？とりあえずこのスコープを使ってみようぜ。どうなるのかしら。ドキドキするぜ。これは？なるほど。このセンサーに触れると警報器が鳴るんだぜ。そういうことだったのね。左側に赤い矢印も出現したみたい。何があるの？スイッチだぜ。操作してみよう。赤いのが消えたわよ。これで先に進めるんじゃないのか？いけるわ。進みましょう。典型的なコソ泥の歩き方だぜ。でも足元はスリッパなのよねー。どう考えてもパタパタ音がすると思うんだが。もう少しよ。ダイヤはいただいたぜ。え？警報？センサー切ったはずだぜ。納得いかないわね。もう一度だぜ。確実にセンサーを切るのよ。確実に切れてるだろ。切れてるわ。でも警報が鳴ったのはダイヤの手前だったわよね。この辺になんか仕掛けがあるのかな。一回スコープを外してみてみましょうよ。めんどくさいぜ。そもそもダイヤ盗むのがめんどくさいのよ。それはそうなんだが。あれ？ダイヤの手前に緑のセンサーがある。どうやってセンサー切るのかしらね。いやこいつは切らなくても平気だぜ。それにしてもスリッパ気になるわ。そんなことより、センサー切らないでどうするつもりよ。いや普通に。よいっと。そうか。それでいいのよね。よしじゃあ、ダイヤモンドをいただくか。ついにやったわ。戻りましょ。センサー気をつけて。これで大金持ちだ。あららあ。なんで捕まったんだあ。戻ったらダメってこと？でも戻れないとなると、一生ここで暮らすことにならねえから。あとはもうこの台座くらいしか。蹴ってみたら？なんとかしてくれー。ダイヤが重いんじゃない？じゃあまずダイヤをいただいてと。軽くなった台座を。とやあ。地下通路じゃないの？ここから脱出だぜー。ちゃんと逃げられるのかしら。どうやら逃げられたようだぜ。脱出成功。なかなか手こずったけど、これで最終ステージに進めるぜ。じゃあ行くわよ。最終ステージ。ドッキリ神回避？いつもと違う画面だぜ。最終ステージ、文字が出た。ぶつからないように最後まで走り切ろう。走り切るってどういうことだぜ。とりあえずやってみましょうよ。そうだな。お、男の子登場だぜ。どうすればいいのかしらねー。始まったぜ。文字が降ってきたわ。これを避けていくのか。回避すると得点が入る仕組みね。だけど、ぶつからないようにギリギリで、避けてみようだってさ。ギリギリで障害物を避けると高得点が入るみたい。なるほどなるほど。なるほどじゃないわ。なんで端っこにへばりついているのよ。バレた？しかもあなたの顔で隠れちゃってるじゃないの。そうなんだが、ここ安全地帯なんだぜ。そこから出て戦いなさい、マリサ。あ、女子高生。違うし話そらすな。うわぁ、くまぁ。だから、鬼。アンチから出なさいって、蜂の大群がオールスターだぜ。ほらほら前にヘビがいるわよ。安全地帯じゃなかったのか？そんなものに頼っちゃダメなのよ。なんか得点がたくさん入るぜ。そういうゲームなんだってば。安全地帯にいても点数ほとんど入らないのよ。やっと中間地点か。ここ狭くない？任せろ。危ねえ。やば、ギリギリだったぜ。よく通り抜けたわね。神回避ポイントが入ったぜ。ほんとだわ。次はここの狭いところ。そこ大丈夫なの？ギリギリ神回避だぜ。神回避ポイントよ。ラーメン屋のヴァンパイアハンターだぜ。懐かしいわね。前方から、ドッジボール3人組か。すり抜けるわよ。ここは楽勝だぜ。ゴールドマンよ、ゴールドマン。ゲットしなくていいの？いや、ぶつかったらゲームオーバーだろ。それもそうよね。あと少し。あと少しよ。絶対ミスっちゃダメよ。絶対ミスるんじゃないわよ。ミスりたくなるからやめて。ここ気をつけて。任せろ。絶対ミスるんじゃ。だからそれやめろって。わかったわよ。お、ゴールか？まだよ。ラスボスよ。これが？そうよ。さすがにこれにぶつかるやついないだろ。絶対ぶつかっちゃ。わかったってば。ラスボス倒したぜ。どうなるんだ？主人公が爆発するんじゃない？そんなラスト、すべてが台無しになるだろ。そう？素敵じゃない？素敵じゃねえ。みんな大集合だぜ。大集合してから爆発するってことね。だから爆発しねえ。ドッキリ神回避クリアだぜ。ということでショート動画の方で連載してきたドッキリ神回避もここでひとまず区切りとなります。お腹いっぱい遊ばせてもらったぜ。そうね。じゃあゲームの開発者さん、視聴者さんたちにお礼を言って終わりにしましょうか。
そうだな。それでは皆さん、ごちそうさまでしたー。バイバイ。